はい、今ね、どこに向かってハンガリーのブダペストにいます。ブダペストのバーにいます、中心街でね。で、こういう感じで今飲んでるんですけど、とりあえず一杯、とりあえずあのハンガリーのビールを飲むことにしました。あ、結構洒落たな音楽、これロックだね。今日髪の毛ってね、こっちでね、まあ結構さっぱりしました。まあ上はそんなに着なかったんだけどね、こっちのサイドを結構着て、まあ良かったです。で、こういう感じでなってますからね。まあこんな感じで、やっぱ現地に行ったら現地のバーとかパブに行って現地のお酒を飲む、これはいいですね。あんまり酒飲みすぎると肝臓悪くなっちゃってね、肝臓病になって肝臓がんになっちゃうんでね、危ないですからね、あんまりやめた方がいいかもしれない。まあ飲みすぎないように程度にって感じです。